グレンベック・グレンベックは、アメリカ合衆国の保守系、ラジオパーソナリティ、コメンテーターである。かつては、フォックスニュースのテレビ番組で司会者を務めていた。2011年、保守系複合メディア企業、ザ・ブレイズを設立、現在もオーナーを務める。ワシントン州、エバレットで生まれた。高校を卒業後、大学へは進学せず、ユタ州のラジオ局で働くが、 半年でワシントン DC のラジオ局に転職する。青年期に彼は発達障害の一つである ADHD との診断を受けている。二度の結婚歴があり、四人の子供がいる。ラジオ局で働く一郎労働者に過ぎない彼だったが、2000年から FOX ニュースラジオでザグレンベックプログラムという番組のパーソナリティを務め始めてから彼の知名度が全米で、 上昇していった。2006年には CNN の第2ニュースチャンネル CNN ヘッドラインニュースにプライムタイムのアンカーに抜擢され2009年に FOX ニュースへ番組ごと移籍2011年6月に自身のインターネット放送局に移籍し番組制作を継続している現在も彼はその保守的で過激な発言から メディア業界を騒がせ続けている。非常に感情的な人物で、自らの主張を述べている際にしばしば涙を流して、リスナーに語りかけている。モルモン教徒である。アルコール依存症に苦しんでいた自分を変えるため、彼は様々な宗教を試したが、最終的にたどり着いたのが、刺激物の摂取を禁ずる、禁欲的な、モルモン教だった。 グレンベックを支持するデモグレンベックを非難するデモティーパーティー運動の立役者の一人である。彼の主張は極めて保守、右翼的であり、また、論調が辛口で過激かつ宗教的なことから、全米において彼の好き嫌いは二分されている。その口の悪さは同じ保守派相手にも発揮される。サラペーリンと対談した際に、建国の党たちの中で尊敬するのは誰ですか と質問したところ、回答に急したペーリンが、建国の党たち全員ですと茶を濁す発言をしたため、ブルクラップとぼやいたことがある。2016年アメリカ合衆国大統領選挙では、ドナルド・トランプをアドルフ・ヒトラーと比較し、さらに暗殺を示唆。一方で、原則的に彼は、バラク・オバマや、ビル・クリントン、ヒラリー・クリントンよりも進歩派であるから、 共和党の正当な候補ではない、と冷静に指摘した。2011年3月に、日本で発生した、東日本大震災について、自身のラジオ番組にて、神様の仕業であるという趣旨の主張を行い、サンフランシスコクロニクル、タイム、ウーピーゴールドバーグから批判された。また、2011年7月のノルウェー連続テロ事件の、 被害者たちである、ノルウェー労働党の青年部員たちを、ヒトラー有限とのような人々と表現し、非難を浴びた。ありがとうございます。